お久しぶりです。どうも。お久しぶりです。お久しぶりです。今年もエルメス、はい、期待してきたんですけども、はい、下物エルメスございますよ。はい、他にもですね、いろいろサイズの方は揃ってますので、はい、今年は下物が結構取れてますので、そうなんだ。いろいろございますよ。このすだれもいっぱいですね。はい。どうやって食べるのが一番美味しいですか。やはりこの時期はですね、この新物の下物は焼いて食べるのが一番美味しいかと思いますね。はい、金台大野商店では、買ったシシャモをすぐに店内で食べられるんです。シシャモのプロがおすすめする美味しい食べ方は、ホットプレートの上にクッキングシートを敷き、シシャモから出た油でじっくり焼き上げる方法。網焼きに比べて頭や尻尾が焦げず、美味しさを逃さないんです。普段食べてるシシャモって、私もっとね、ちっちゃくてカサカサしてるようなイメージなんですけども、はいはい、今そのシシャモとして売られている魚はですね、ほとんどが輸入品でして、実はそのカペリンという魚を今シシャモという名前で販売してるんですよね。カペリン。カペリン、はい。そのシシャモとして本物のシシャモと言えるのは、この北海道産のこのシシャモですよ。なるほど、これが本家、はい、本元のシシャモ。本当に綺麗な色ですね、はい、ちょっと透明感があって。そうですね、うん、これがムカ名物キングエルメス、はい、キングエルメスです。わあ、暑いかな。暑いですよ。いただきます。はい、あ、くわー、おいしい。すっごく脂が乗ってて、口に脂が広がったと思ったら、この香ばしいまた香りと、あとあっさりしてるんだけどコクがあるというか、この、うん、あ、美味しいですね。上品な味。やっぱり味合うなら本物。シシャモ漁の時期は全国から観光客が訪れるため、むかわ町内は大にぎわいです。いや、一軒ずつ味が違うんですよ、シシャモって。嘘。そう、本当に星型と、うん、塩加減の付け方と、うん、みんな独自のあるんで。うちはみんな天日干しでやってるから。これでももうこういう風にしてる町はあまりないですよね。ないですよね。やっぱり天日干しがとってもいい。そうです、この風で、うん、日光に当てて、うん、はい。でも外から来たら本当に情緒のある光景ですね。ありがとうございます。むかわ漁港のシシャモ漁は10月中旬から11月中旬までの1ヶ月間ほどしかありません。この期間、漁師さんたちは家族総出で大忙しです。この日水揚げされたシシャモはおよそ7トン。お腹周りのうっすらとしたピンク色が綺麗ですね。取れたてのシシャモは競りにかけられ、地元の加工場や全国の市場へ向けて出荷されます。まだまだあれですよ、知らないムカワをここでちょっとお見せしようかなと思いました。何もないじゃないですか。松川カレーって知ってますか。聞いたことある、あの高級魚。そう、高級魚。ここにいるの、うん、そう、生きてますから。今見たい。あげますよ。はいはい、いる、うん、どうすごいでしょ、この大きさ。こんな大きいの、うん、こんなでかいのになかなか見れないと思いますよ。四季を通し、さまざまな海の幸に恵まれたむかわ町。漁港には遊漁船もありますので、東京から3時間足らずで訪れることができる絶好の釣りスポットとしてもおすすめです。